全出身のプロゴルファーである。1985年と1993年の2度、マスターズトーナメントで優勝し、ドイツ人のゴルファーとして、最初のメジャー大会優勝者になった。世界ゴルフランキング制度が発足したとき、最初の世界ランキング1位になった選手でもある。身長173センチメートル、体重73キログラム。ランガーは、 ヨーロッパのプロゴルフ界を代表する重鎮として、長年にわたり幅広い尊敬を集めてきた選手の一人である。これまでにヨーロッパツアーで42勝を挙げ、内ドイツ国内では11勝を挙げている。アメリカ代表チームとヨーロッパ選抜チームによる団体戦ライダーカップの代表に通算10回選ばれ、2004年大会ではヨーロッパ選抜チームのキャプテンを務めて、 優勝に導いた。国、地域別対抗戦であるワールドカップの代表も複数回務め、1990年と2006年の二度ドイツに優勝をもたらした。ランガー1976年からヨーロッパゴルフツアーに参戦を開始し、1980年のダンロップマスターズでプロ初優勝を達成。それ以来、ランガーは四半世紀以上にわたりヨーロッパで 息の長い活躍を続けてきた。1983年に日本のカシオワールドオープンで優勝。1985年のマスターズで初優勝を挙げ、ドイツ人のゴルファーとして最初のメジャー大会優勝者に輝いた。1993年に同大会で8年ぶり2度目の優勝を飾る。93年大会でランガーは、 スコッティ・キャメロンが削り出しで作成したクラシック1という名のアンサー型パターンを使用し、ここからキャメロンのサクセスストーリーが始まったと評する人もいる。現在はヨーロッパツアー名誉会員であり、2002年に世界ゴルフ伝堂入りも果たした。ワールドゴルフランキングが最初に発足したのは1985年であるが当時のゴルフランキングは世界各地の賞金ランキングの お飾りのような位置づけしかなく、ほとんど効力を持っていなかった。ランガーは、初代の世界ランキング1位になったが、そのポジションにあったのはわずか3週間のみだった。1999年に、メジャー大会や世界ゴルフ選手権の出場資格に、世界ゴルフランキング50位以内が付加されるまで、現在のような重みはなかったのである。2007年8月に50歳を迎えたランガーは、 アメリカのチャンピオンズツアーに参加し始め、そのシーズン中の10月に一勝をした。2008年シーズンはほぼ、チャンピオンズツアーに専念し、チャールズ・シュワブカップ獲得は逃したが賞金王となった。2014年4月のマスターズでは通算イーブンパーで、首位と8打差の8位タイ。さらに、同年7月のウェールズの名門ロイヤルポースコール、開催の全英シニアオープンでは23バーディを、 奪うなどして、唯一陣4日間60代で回り、通算18アンダーパーで優勝したが、2位、コリン・モンゴメリーとの差は13打差で、シニアのメジャー大会での最多記録であった。2014年は、シニアツアーで5勝。2016年5月22日に、プロ通算100勝目、同年6月12日に101勝目を挙げた。ランガーのアイドルは、ベン・ホーガンであり、現在も、 黄岩社製のロングアイアンをゴルフバッグに忍ばせてツアーに参戦している。ドイツのスポーツ界はほとんどの競技が盛んな中でゴルフだけ選手層が薄くファンの人気も他の種目ほど得られない現状がある。ランガーがプロゴルファーになる決心をした時周囲からはドイツでゴルフはやっていけないと言われたという。ランガーがマスターズに初優勝を飾った1985年は テニスのボリス・ベッカーがウィンブルドン選手権に17歳7ヶ月の史上最年少優勝を挙げた年でもあるがドイツのスポーツファンの人気は華やかなベッカーにさらわれゴルフにおけるランガーの快挙はあまり話題にならなかった現在でもドイツにおけるゴルフ人気は決して高いとは言えないだけにランガーはスポーツ界における貴重な存在と言えるだろうありがとうございます